放したのか。それは素晴らしい。だがな、予測もつかない恐ろしい出来事につながるかもしれない。どう転ぶかわからない。おそらく前者のことだ。そう考えると頭に浮かぶのは、我らの重要な勝利をパーティーで祝うべきということだ。お前は開催地まで行ってくれ。その間にこっそりと天体物理学で調査しておく。もう破滅が差し迫っていないことを確認するためにな。サボっていたようだな。なあ、完了させておいてくれないか。俺はパーティーの主催者向きじゃない。俺は尊敬されるべき栄誉のゲストって感じの男だからな。まあ、クラッカーは忘れなかったようだな。こいつらは最悪だ。だがパーティーを始めるにはもってこいだ。俺がもう一度数字を確認している間にクラッカーを鳴らしてきたらどうだ。これは何かの間違いだ。鳴らす側だと意外と面白いものだな。こっちに残されたイマジンドオーダーのゴミについて苦情を受けていてな。必要なのはシンプルで迅速な解決法だ。誰にでもできる方法、たとえピーリーでも。わかった。このゴミの山をモダンアートの展示物にしちまおう。重要なことに取り掛かってもらいたいんだ。俺は非常に恐ろしい理論的なモデル化でとても忙しくてな。その対応はお前に任せたいと思う。
ずれパネットの方形オタクみたいに植物を研究することにつながることを知っていたのなら、もう少しプラス面とマイナス面を考えていただろうな。だがもうこうなっちまった。はあ、じゃあ種を探してもらえるか。いくつか試験しなければならない。冗談みたいな科学に加担するとは信じられないな。異なる環境に反応するかも。植物はそういうものだよな。そうしたら待つだけだ。水をやる。それから剪定だ。全て植物絡みだな。